開いてください。ルカの福音書21章を開いてください。今朝のメッセージはイエス様は再びやって来られるというタイトルで行われます。今朝はルカの福音書21章24節から36節まで読みます。私が24節から読み始めますので、皆さんは奇数節を読んでください。それでは立って聖書を読みましょう。イエス様はここで大患難のことについて語っています。そして24節からこう語っています。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされます。そして人、月と星には前兆が現れ、地上では諸国の民が海と波が荒れどよめくために不安に陥って悩み、人々はその住むすべてのところを襲おうとしていることを予想して、恐ろしさのあまり気を失います。天の万象が揺り動かされるからです。その時人々は人の子が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。これらのことが起こり始めたなら、体をまっすぐにし頭を上に上げなさい、贖いが近づいたのです。それからイエスは人々に例えを話された。イチジクの木やすべての木を見なさい、木の芽が出るとそれを見て夏の近いことが分かります。そのようにこれらのことが起こるのを見たら、神の国は近いと知りなさい。誠にあなた方に告げます、すべてのことが起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。あなた方の心が放蕩や深酒やこの世の煩いのために沈み込んでいるところに、その日が罠のように突然あなた方に望むことのないようによく気をつけていなさい。その日は全地の表に住むすべての人に望むからです。しかしあなた方はやがて起ころうとしているこれらすべてのことから逃れ、人の子の前に立つことができるようにいつも油断せずに祈っていなさい。祈りましょう。天のお父様、私たちはあなたに祈ります。私たちが確かにこれらすべてのことから逃れて、このやがて起ころうとしているこの大患難を逃れることができますように。そうして私たちがイエス・キリストの御前に立つことができますように。そしてこの世は私たちの王である、私たちの主である王イエス様のものとなったと宣言することができますように助けてください。私たちが今朝あなたの再臨を学ぶときに、どうぞ私たちに語ってくださいますように、御言葉を通して語ってください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。座ってください。今夜私たちはヨハネの福音書1章を学んでいきます。私たちは聖書を創世記から黙示録まで通して読んでいますが、ついに最後の書黙示録に入っていきます。非常にエキサイティングな、箇所です。そしてこのヨハネの福音書というのは祝福が約束されている書です。3節でこの予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである、時が近づいているからであると書かれています。ですからこのヨハネの福音書を学ぶこと、ヨハネの黙示録を学ぶことによって私たちは確かに祝福が約束されています。ですからぜひこの、黙示録を共に学んでいきたい、学んでいっていただきたいと思います。今朝は5節から7節までに注目していただきたいと思います。ヨハネの黙示録1章5節から7節までです。
ここでヨハネはこのように挨拶していきます。五節から、また忠実な証人、死者の中から最初によみがえられた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから恵みと平安があなた方にあるように、イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストに栄光と力とが常しえにあるように、アーメン。見よ、彼が雲に乗って来られる。すべての目ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の諸族は皆彼のゆえに嘆く。しかり、アーメン。旧約聖書にはたくさんの予言が書かれています。そしてメシアがやってくるという予言でいっぱいです。旧約聖書にはメシアに関する予言がたくさん書かれています。しかし多くの人たちがこの予言によって、困惑します、混乱します。なぜならばメシアに関する予言がそれぞれ、矛盾しているかのように見えるからです。メシアが全地を永遠に治めるという約束があります。この世は私たちの神である主の王国となった、彼は永遠に治めるという予言があります。しかし別の予言は、彼は人々から蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていたというような予言があります。素晴らしい御国、義と平安の永遠の御国の予言があるのに対し、イエス様の死に関する予言があります。そして彼は永遠に義と平安によって王国を治めるという予言があります。それにもかかわらず人々の咎のために、差し通されるという予言があります。ですからイエス様の弟子でさえそれらの予言によって、コンフューズして混乱しました。イエス様がカイザリア・ピリピにおられるとき、イエス様は弟子たちに尋ねられました。あなたは私は一体誰というのか。ペテロは、あなたは神の御子、キリストですと答えました。イエス様はペテロを褒めて、肉と血がこれらをあなたに明らかにしたのではなく、天の父があなたに明らかにしたのだとおされました。そしてそれから、私は今からエルサレムに行こうとしている。そしてそこで彼らは私を異邦人の手に渡す。そして彼らは私を、差し通し、十字架につけるだろう。しかし三日後に私はよみがえるというふうに仰されました。ペトロはそれに対して、ああ主よ、どうぞそんなことが起こりませんように。イエス様、どうせそんなことをされるんですかと仰されました。引き下がれサタン、あなたは天父のことを考えていないで、この人のことを考えているというふうに仰されました。わかりますか。つまり弟子たちもメシアが来られて永遠にこの地で治められるという予言を期待していたからです。ですからイエス様が来たとき、永遠にイエス様が治めてくださるというふうに勘違いをしていました。そしてそのメシアの死に関して、メシアが十字架にかけられることについては無視していました。弟子たちも混乱していました。そのメシアに関する予言が矛盾しているような、そのようなこと、メシアの予言に矛盾があるように混乱していました。しかしそれらの混乱は取り除かれました。イエス様がメシアは2回来るのだ、初めにはご自身の命を罪のために捧げるために来られ、そして2回目には永遠に支配してくださるために来られるのだという、それが分かったことによってその混乱は取り除かれました。初めはご自身を捧げ罪の許しを 得させるために来られ、2回目にはその神の民をと共に永遠に治めるために来られます。
イエス様が初めに来られる時に関しては、それに関する予言がたくさんありました。本当にたくさんの予言があります。300以上もの予言があります。イエス様が初めに来られることに関する予言は300以上ありました。まずメシアはベツレヘムで生まれると予言されていました。ミカの5章2節で、ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの種族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る、その出ることは昔から、永遠の昔からの定めであると予言されていました。またイザヤは、神はあなた方に、見よ、神があなた方に自ら印を与える、見よ、処女が身ごもっている、その子は男の子を産み、そしてその名はインマヌエルと呼ばれる、訳すと神はあなた方と共にいるという意味であるとされました。ですから人々は、処女が身ごもってベツレヘムでその御子を産むという、そのサインを見ることができました。そしてダニエルは、そのメシアはエルサレムが再建されてから483年後に生まれると予言していました。紀元前445年にアルタシャスタ王は、ネヘミヤにエルサレムを再建しなさいという命令を下しました。その483年後、イエス様はエルサレムにロバに乗って入城されました。その予言はザカリアによって予言されていました。またダニエルは、それゆえエルサレムを再建せよとの命令が出てから油注がれたもの、君主が来るまでが7と62週と予言していました。またシオンの娘を大いに喜べ、エルサレムの娘を喜び叫べ、見よ、あなたの王があなたのところに来られる、この方は正しい方で救いを賜り、柔和でロバに乗られる、しかもメロバの子にと予言されていました。ザカリアの9章です。またザカリアの他の箇所では、またエレミアのところでも、エッサイの目から根が出て、芽が出る、彼は永遠に治めるというふうに予言されていました。そしてしかし、ゼカリア書の他の箇所では、彼らは、裏切られて銀貨30枚で、売られるというふうに予言されていました。ゼカリア11:13、主は私に仰せられた、彼らによって私がネズミ、ネズ盛りされたたっとい与えを陶器師に投げ与えよう、そこで私は銀30を取り、それを主の宮の陶器師に投げ与えた。私たちは、イエス様は蔑まれ、のけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。イザヤ書53:3からそれを聞いて知っています。そして、イザヤ53:5、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。また詩編の中でも22:16、詩編の記者はこのように言っています。犬どもが私を取り巻き、悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。私は私の骨をみな数えることができます。またゼカリアは、彼らは自分たちが突き刺したもの、私は仰ぎみ、一人子を失って嘆くように、そのもののために嘆き、産子を失って激しく泣くように、そのもののために激しく泣くと予言しています。またイザヤ書52:5でも、多くの者があなたを見て驚いたように、その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていたと予言されています。ですから、どんなにイエス様が、イエス様の顔に覆いを隠して打ち叩いて、イエス様が十字架にかけられるまでひどい
本当にひどい肉体的な苦痛を通られました。そのことがここで予言されています。ですからこれらの予言はイエス様が来た時、メシアがやって来られた時にイエス様は確かにメシアであられるということを分かる、分かったはずなわけです。これらの予言は分かれば。しかし彼らは予言を、コンフューズしていました。エレミア、エレミア23の5、見よ、その日が来る、主の見告げ。その日私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えてこの国に公義と正義を行う。その日ユダは救われ、エルサレムは安らかに住む。その王の名は私たちの、主は私たちの正義と呼ばれよと予言しています。そして他の箇所でも、神の国は、彼はメシアはやってきて、そして永遠に、その国を治めると言っています。ダニエルはまた他の箇所で、私が夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と公栄と国が与えられ、庶民、諸国、諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがないというふうに予言されています。そして詩編の72では、神の国がやってきたときに義なる者は栄え、彼の世に正しいものが栄え、月のなくなる時まで豊かな平和がある。彼は海から海に至るまで、また川から地の果て果てに至るまで、すべを治めると言っています。そしてイザヤ書の他の箇所でも、メシアが来られると彼は永遠に義を持って治める、永遠に、治める、そしてもう戦争のことは聞かないと言っています。またイザヤの9の7は、その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで、万軍の主の熱心がこれを成し遂げると予言されています。ですから確かに彼らが、弟子たちがこれらの予言によってコンフューズしたのか混乱したのかがよくわかるでしょう。なぜならば、それら、これらのメシアに関する予言が矛盾しているかのように思えるからです。一方では永遠に治めると予言されているので、ある一方では打たれ、蔑まれ、のけ者にされると予言されているわけです。非常に興味深いことですが、これらの予言をあなたが読むときに、確かに弟子が理解しなかったがよくわかる。なぜならある予言はメシアが来たときに永遠に治める、義と平和をもって永遠に治めると予言されているのに、ある一方では人々から叫も、のけ者にされ、蔑まれるって書いてある、私はそんな予言は好きじゃないなと思うでしょう。彼は悲しみの人で病を知っていた、ああそんなのは嫌だなというふうに思うでしょう。ですから弟子たちは栄光ある、予言に関しては、メシアに関して永遠に治めるという栄光ある、予言はピックアップして、他の予言は無視したわけです。ですから弟子たちは、議論していました、イエス様が御国を設立してくださったら、自分はイエス様の右について、イエス様の次にルールするものになるんだとか、そんなアーギュメントをしていたわけです。ですからイエス様が十字架にかけられた時、弟子たちは本当に絶望しました。イエス様が復活して弟子たちに、現れた時、イエス様はすべての聖書がイエス様の苦しみについて、イエス様が拒否されることについて、イエス様の十字架の死と復活について書かれていることを説明しました。そして弟子たちはそれを理解しました。しかし聖書はイエス様が再び来られる、2回目にもう一度やって来られると予言しています。
イエス様が手に挙げられた時、二人の御使いがいて、弟子たちが上をポッと見てるのを見て、なぜあなた方は上をポッと見てるんですか、今あなた方が見た手に挙げられた方は再び戻ってこられますと言いました。ですからもう一つのメシアに関する予言は、メシアが再びやってこられて、この地に永遠の御国を確立してくださるという栄光ある予言です。この黙示録一章の五節で、イエス・キリストは忠実な証人というふうにここで言われています。イエス様は天の父なる神の完全なる現れです。人々は神を理解していませんでした。神について混乱していました。ですから神はイエス・キリストを通して、イエス様を通してご自身の完全なる神の本質を表されたわけです。もしあなたが神が一体どういう方であるか知りたいのであれば、イエス様を見ればいいでしょう。そうすれば一体神がどのような方であるかがわかります。イエス様は弟子たちに仰されました。もしあなたが私を知っていたなら、あなたは私の父をも知っていたでしょう。そしてあなたは実際天の父を知り、父を見たのです。ピリピは、主よ、私たちに父を見せてください、そうすれば満足しますからと言いました。するとイエス様は、私はこんなに長い間あなた方といたのに、あなたは私を知らなかったのですか。私を見た者は父を見たのです。それなのになぜ父を見せてくださいとあなたは言うのですか、とイエス様は仰されました。イエス様は神の本質の完全なる現れです。ですからもしあなたがイエス様を見たならば、神がどのような方であるのかがわかります。神が一体どんなに優しい愛の方であるのか、なんと柔和で素晴らしいお方なのかということがわかります。非常に興味深いことですが、イエス様は弟子に仰されました。あなた方は聖霊があなた方に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレムからユダヤに至るまで、天の果てにまで私の証人となりますと仰されました。イエス様が言っておられたのは、イエス様が天の父の完全なる現れで忠実な証人であるように、私たち教会もイエス様の忠実な証人であるべきだというふうになこと、ということを言っていたのです。でも今現在、残念なことに私たちは本当にイエス・キリストの忠実な証人と言えないように思います。人々は、この世の人たちは私たちを見てイエス様を見るでしょうか。アンテオクの教会が、非常に興味深いことですが、クリスチャンというのはアンテオクの教会の人たちを人々が見て、そしてあまりにもキリスト、イエス様に似ているのでクリスチャンというふうに言い始めたわけです。キリストのようであるので、クライストライク、クライストのようで、キリストのようなのでクリスチャンというふうに、キリスト者と呼ばれたわけです。忠実な証人だったわけです。キリストのようなものである。非常に興味深いことですが、メディアがこのカルバリーチャペルを報道するときに、彼らはジーザスピープルだというふうに報道しました。なんと素晴らしいことでしょう。世の人たちが私たちを見てジーザスピープル、ジーザスピープルというのはなんと素晴らしいことでしょうか。神に感謝します。確かに私たちがジーザスピープル、イエス・キリストの忠実な証人となれるように神に祈りたいと思います。そして第二に、ヨハネはここで死者の中から最初によみがえられた方というふうに言っています。旧約聖書の中で、死人がよみがえらされたという奇跡が記されています。そしてイエス様ご自身もラザを死からよみがえらせたということを知っています。しかし死からよみがえられた者もまた死にました。しかしイエス様は死んで再びよみがえられて、そしてもう二度と死ぬことはありませんでした。ですからイエス様は
最初によみがえられた方、死から最初によみがえられた方というふうに言われているわけです。パウロがアグリッパ王の前で自分の信仰について語っているとき、パウロはこう言いました。こうして私はこの日に至るまで神の助けを受け、固く立って小さいものにも大きいものにも証しをしているのです。そして預言者たちやモーセが後に起こるはずだと語ったこと以外は何も話しませんでした。そして、コロサイ人の 1-18 では、また巫女はその頭である教会の頭です。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身がすべてのことにおいて第一のものとなられたのですと言っています。また詩編の72編でも、すべての王は彼の御前にひれ伏し、すべてのものが彼に仕えると言っています。また他の箇所でも、私は彼をはじめの初歩とし、どの王よりも王とす高いものとする。そして黙示録 11-15 は、第七の御使いにラッパを吹き鳴らした。すると天に大きな声声で声声が起こっていった。この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される。黙示録は17章子羊は彼らに打ち勝つ。なぜなら子羊は王の王、王の王だからです。また黙示録19:6、ハレルヤ、万物の支配者であり我らの神である主は王となられたと言っています。またヨハネは続けて私たち、イエス様は私たちを愛してくださっていると言っています。イエス様は弟子たちに向かってこうされました。人がその友のために命を捨てるという、それよりも大きな愛は誰も持っていません。イエス様はご自身が自分の命を捧げる前 あなたのために捧げる前にそうおっしゃってくださったのです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。ですから神は私たちを愛しておられます。そして聖書は、私たちがまだ罪人であった時にご自身の命を捧げてくださったことによって愛を示していると言っています。そしてこの黙示録 1-5 では、私たちはその血によって、イエス様の血によって私たちを罪から解き放ったと言っています。第一ヨハネ 1-7 も、もし私たちが光の中を歩んで、私たちは互いに交わりを保っているなら、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めますと言っています。また出エジプト記19:6では、私たちは祭司の王国、聖なる王国民となるというふうに言っています。また第一ペテロ 2-5、あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。また9節、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのですとおっしゃいました。また黙示録 5-10 では、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされた、彼らは地上を治めると書かれています。黙示録 20:6
この第一の復活に預かるものは幸いなもの、聖なるものである。この人々に対しては第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストと共に千年の間王となると、書かれています。ヨハネが確かに今私たちは神の子供ですと言ったように、後の状態はまだ明らかにされていませんが、私たちは彼が現れたならイエス・キリストに似たものとなることが分かっています。なぜなら私たちは彼と顔と顔を合わせて見るからです、と言いました。またヨハネはこの、ヨハネの黙示録1章で続けてこのように言っています。すべての目、ことに彼を突き刺した者たちが彼を見ると言っています。ダニエルは、7章13節で、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、年を経た方のもとに進み、その御前に導かれた。見よ、人のこのような方が雲に乗って来られるというふうに予言されています。これは本当に、素晴らしい栄光ある予言です。まあ、マタイの、24-30では、その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです、と書かれています。イエス様が大祭司の前で裁判に立っている時に、あなた方は人の子が雲に乗って来られるのを見るのです、とおっしゃいました。その時 I am、 私はモーセに私は私であると仰された、その同じことを仰されたわけです。またイエス様に関してここで、すべての目、ことに彼を突き刺した者たちが彼を見ると書かれています。ですからイエス様を突き刺した者というふうにここで書かれているわけです。ザカリアは 12-10 で、私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと哀願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺した者、私を仰ぎ見、一人を失って嘆くようにその者のために嘆き、運を失って激しく泣くようにその者のために激しく泣く、と言っています。ですからすべてのものが彼のために嘆く、と書かれています。イエス様が2回目に来られるとき、すべてのこの地上にいる者が彼のゆえに嘆く、と書かれています。大患難を通り過ぎてイエス様が再びやってくるとき、彼らはイエス様を見て嘆きます。一体自分たちが何と愚かであったのか。神が確かにメシアに関するすべてのこんなにたくさんの予言を与えてくださっていたのに、イエス様をメシアとして受け取ることを拒否した、その自分たちの愚かさに気づき嘆きます。本当にあなたがこの黙示録、6節から19節まで読むとき、この地上にもたらされる大患難がどんなに一体ひどいものであるかということがわかるでしょう。このとき本当に私たちはこの地上にいたくはありません。そのときには人々は歯ぎしりをし、嘆いて歯ぎしりすると言いました。そしてこの地上の者たちは人の子が来ると外で歯ぎしりをして、泣き叫ぶのですというふうに仰されました。ですから実際私たち一人一人は今日ここにいて、2つのグループのどちらか1つに属しているわけです。1つのグループはイエス様が確かに神の御子であられる、メシアであられる、キリストであられる、
この地上に来られて、私たちの身代わりに私たちの罪を負って死んでくださって、そしてイエス様を通して私たちは永遠の命をいただくと認める人、その一つのグループ、もしくは他のグループはそれを無視して、イエス様を無視して、イエス様が確かに私たちの罪のために死んでくださったのに、それを無視してイエス様をメシアと認めないグループ、その2つのグループのどちらか1つに私たちは属しています。そしてイエス様を無視したグループは、本当にイエス様を無視して何と愚かだったのか、泣き叫んで歯ぎしりをする、そういう結果になるわけです。私たちはもっとこの地上の他のことに興味を持っていて、イエス様を無視していた。なんと愚かだったのか、イエス様の愛とイエス様の私たちの身代わりに死んでくださったその死を無視して、なんと愚かだったのか、そのように嘆き叫ぶ、ことになるのです。あなたは一体どっちのグループにいるでしょうか。この2つのうちの1つのグループに私たちは属しています。私が今日この地上を見るときに、この地上で起こっていることを見るときに、イエス様の再臨は本当に近いと私は信じています。なんと素晴らしい日でしょうか。イエス様、私の救い主イエス様が再びやって来られる、それは本当になんと素晴らしい日でしょうか。私たちがイエス様が来られるのを喜ぶグループにいるのか、イエス様が来られて嘆き悲しんで歯ぎしりをするグループにいるのか、どちらか一つです。しかしそれはあなたが選び取るのです。あなたは自分が選び取ったので、そのどちらか一つのグループに属しているのです。イエス様の愛を受け取って、神の愛を受け取って喜ぶグループにいるのか、神の愛を無視して本当に愚かだったと後悔するグループにいるのか、どちらか一つです。それをあなたは自分で選び取るのです。どちらか一つです。あなたの選択です。祈りましょう。天のお父様、私たちの主イエスキリストを感謝します。忠実な証人であり、死者の中から初めによみがえられた方である、そしてすべての王の王であられる方、支配者であられる方、そして私たちを愛しておられる方、その血によって私たちを清めてくださった方、そして私たちを王国とし祭司としてくださった、そのお方を感謝します。主よ、本当に私たちはその日を楽しみにしています。あなたが雲に乗って来られる日、あなたがあなたの教会をあなたご自身に受け入れられるその日、私たちをこの地上から贖い出してくださるその日、私たちはその日を楽しみにしています。そして私たちは祈ります。ここにいるたくさんの者が、神の霊が彼らの心に今語りかけています。そしてイエス様が確かに神の御子であった、そしてイエス様は確かに私たちの罪のためにその血を払って私たちをあがなってくださったと気づくことができますように。主よ、どうぞ彼らの心に今語ってください。イエス様の名前を通しお祈りいたします。アーメン。